こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はコンピュータチューンの帝王オマインズをお送りします。チューニングの手法は数えられないほどありますが、コンピュータチューンといえば誰しもイメージするのがマインズです。もはやコンピュータチューンイコールマインズと言っても過言ではありません。それほど ECU チューンにかけては無類の強さを誇るマインズ、そして代表のニークラシ。その飛躍のきっかけは1988年にデビューした VXROMR31 スカイライン GTSR の ECU 解析に成功し、オリジナルセッティングを施した VXROM の登場はチューニングの概念を覆すほどの衝撃を業界に与えました。それまでの大掛かりで泥臭いチューニングとは一線を画すロムチューン一本というマインズのスタイルは、車をいじるという概念そのものを変えてしまうほどのインパクトがありました。また美しくて速い車を作るというコンセプトは昔から一貫しています。ボテボテした外装は好まず、見た目は非常にシンプル、かつノーマルの良さは崩さないまま全体的にアップグレードしていくチューニング。つまりあくまでもシンプルに分かりやすく速さを追求する、それがマインズチューンなのです。今回は VXROM のデビューとなった R31 スカイライン GTSR、 そして究極の VXROM チューンマシンである R34GTR の走りをご覧いただきましょう。ではどうぞ。ああ、ものすごい、なんかこれ何が、これいっぱい転がってるんだと思います。いやね、昔のその、まだやっぱり今、3人なんかは結構盛んなんで、散らばってるように見えるんだけども、だいたいどこにあるか、どこにあるか分かってるんですか、だいたい分かってるんです。これにもう、みんなロムがいっぱい詰まってるんです。工具が入ってるわけじゃないんだ、ね。そうです。工具は僕には必要ないですから。これも、たくさん、本当に、いろんな、半導体とか、その辺もいっぱい入ってて。結構年季が入ったこの機械って何する機械？これはもう 34GTR を作る場合の3とか32とか、うん、以前なんかみたいに前世紀は1個作っててももう間に合わなかったんですよ。だからこれ、いっぺんに10個できるロムライター。コピー機ってことですか、これ。そうです。あとはもうパソコンと通信するものとか、半導体いっぱい。この辺の機械は現役なんですか？全部使います。これいわゆる昔の中のロムライターってやつだべる。そうです。ちなみに何年前ぐらいに買った機材なんですか、これは。まあ、2、30年だね。ちなみに VXROM 最初に作った車種って何なんですか、これ。一番最初に VXROM 作ったのは31とか DR とか。僕たち編集でも使わないのがでっかいパソコンありますけど、これはちなみに何やってるんですか？これでデータを作っていくんですよ。例えばだから、GTR とか、どの辺のやつをこう。だからもうこうずーっと続くわけです。それ全てに意味がある数字なんですか？もちろんです。いろんなもう制御が入ってるから、この間はだからここが点火時期になってて、これは。点火時期をこうやっていじると。点火時期の場所ってこれパッと見ただけでわかんないじゃないですか？わかりません。ここは自分の。これは、やっぱり今まで培った、まあいろんな方法があるんですけどね。これちなみにやっぱトヨタ、日産、ホンダで全然違うもんでも全く違います。車によっても違います。もうそろそろ多分日産から新型の Z 出ると思うんですけど。はい。あれもやっぱ出てきたらすぐに。そうだね、すぐやりたい。まあそのために 400R 買ったし、まあ、あのコンピューターはちょっと誰でもができるってわけじゃなくて、ちょっと結構複雑なんですよ。新システムというか。そういうこともあるし、多分 Z はそれを引き継いでくるだろうから、すぐ車も購入してやりたいなと思ってますよね、うん、じゃあ出てすぐマインズに入ってロングチューンされたのまた飛ばしてもらっていいですか？ぜひドライバーのなんか指名とかあれば。逆にあいつは嫌だけど、そうそう、山田エイちゃんやめてくれとか。エイちゃん大好きだし。やっぱり CP チューンということでコンピューター系に力を入れまして、最初新車から付いてる部品については変更なく使っていこうということで、
今現在新車の時のエンジンが全くそのまま乗ったような状態で、前回からの交換はですね、デフが 3.364 ですか、インジェクターがですね 620cc×6 ですか、今日までのそのデータっていうのは本当にコンピューターだけっていう感じで、まあ、インタークーラーも変えず、タコ足も変えず、今度の部分新車のままの状態でやってきましたんですが、この GTR の特徴はですね、排気量は変わらずで、ギア比がちょっと違います。ファイナルで変更してありまして、4.1 っていうつくばとかショートサーキットに合わせた仕様で作ってあります。富士なんかを走る場合はまた 3.7 とかっていうファイナルに変更するとか、まあその程度のその変更でオールマイティに走らせてますね。ターボが2530、550から600ちょっとのパワーですかね。外見はレイアウトとかその辺はもう、うちはノーマル風しか作りませんので、それで貫いてます。見た目はノーマル、でも走らせるとめちゃくちゃ速い。まさに美しくて速い。それがマインズチューン。見た目がイケイケなチューニングカーが多ければ多いほど、よりマインズのマシンのオーラが際立ちます。ストリートでかっこよく長く乗りたいのであれば、マインズチューンがベストなのではないでしょうか。VX ロムチューン、一度は味わってみたいですね。いかがでしたか？今回はコンピュータチューンの帝王、マインズをお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル、ウィオプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。